公共曲委単長ケアンハング220は、かつて、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲したと考えられていた公共曲である。オーデンセの愛称で呼ばれており、モーツァルトの作品とされていた楽曲の中で、単長の公共曲はこの曲を含めて3曲しか存在しない。ライプツヒの楽譜出版社である、ブライトコプフーンとヘルテルは、1799年に、 モーツァルトの全作品の出版を試みた。ブライトコプフ社は、モーツァルト作品を姉のアンナ・マリアや妻のコンスタンツェをはじめ、音楽家、社フや他の出版社などから収集した。その中には、タ端調の公共曲計16が含まれていた。ブライトコプフ社の手書きの目録にはこの公共曲から4小節のインキピットが掲載されており、提供者は、 ハンブルクの音楽賞であるヨハン・クリストフ・ベストファールであるとされている。ルートビヒフォン・ケッヘルは彼のケッヘル目録の中でこの曲が散逸したものと考え、付録としてアンハング番号、ケイアンハング220を割り当てた。モーツァルト研究者のアルフレート・アインシュタインはケッヘル目録を改訂する中でインキピットと現存するモーツァルトの公共曲の第一作目である。 1> 第一番、K16 をもとに、この公共曲は1765年のロンドンで書かれたものではないかという説を提唱した。彼は、K16A という番号を付した上で、現存する、わずか開始数小説だけであっても、初期作品と容易に判別しうると述べた。ケフヘル目録の第六版はそのままこれを踏襲した。この異端調の公共曲は、デンマークのオーデンにある、 地方公共楽団の保管庫から、自筆符ではなく複数の社布社による手書きの社布として1982年に発見された。表紙に書かれた注釈によれば、この公共局は遅くとも1793年には、デンマークのコレギウムムジクムが所有するところとなり、パート符の紙面に入れられたスカシカラは1779年のものであることが分かった。 モーツァルト家と関わりのあったシャフ屋にはこの公共曲の写しを作成できる者はいなかった。1780年代、ベストファールはモーツァルトの公共曲の新作と K16R や k ンハング C11.08 のような由来の疑わしい作品を所有していた。おそらく彼は K16A を他の作品と共にデンマークコレギウムムムジクムへと売却したのだろう。 モーツァルト研究者のボルフガング・プラートは現在、オーデンセとして知られる、この公共曲を出版し、専門家が集う学術シンポジウムの議題として挙げた。演習ンと室内還元楽団による録音が行われ、2000年に、心眼の疑わしい作品として、新モーツァルト全集に収録された。というのもまだ議論が完了しておらず、 とりわけモーツァルトではない真の作者が決定されていなかったからである。ニール・ザ・スローはこの公共曲がおそらく1765年以降に作曲されたと考えられ、1760年代と1770年代のモーツァルトの公共曲は様式が似通っていて確たる資料がなければ正確な年代決定が不可能であり、そして k 十六 a には、 他のどのモーツァルト作品とも様式的に異なる箇所が参見されると述べている。ボルフガング・ゲルストホーファーは、モーツァルトの初期公共曲に関する論評の中で多くの専門家が K16A をモーツァルトの新作と考えていないことを理由に、この曲を無視した。フォルカーシェルリースが述べたところによれば、モーツァルトの専門家らは長期にわたる集中的な議論の末に、 オーデン施工協局は、流儀と作風の両面から、モーツァルト作品とみなすことができないと合意に至ったという。木管楽器のためのディベルティメント変異の蝶々計186、159ビットの実質不四ページの裏面に、弦楽合奏と2つの覚え、2つのホルンのための16、小説の楽譜が取り消し線で消された形で残されている。アルフレート・アインシュタインは、 ケフヘル目録の改訂版において、この辺補聴調のアンダンテは遥か以前に書かれた公共曲、おそらく K16A のものではないかと考えた。ケフヘル目録第6版は、大筋でこれを引き継ぎつつ、両曲の関係は不確かなままであると含みを持たせた表現に修正している。ボルフガング・プラートは、ディベルティメントの作曲年を1772年とする一方、 筆跡より16小節を1765年から1766年のものとした。また、彼は調整を得と単調に改め、モーツァルトが紙に書かれた、この楽奏をディベルティメント中のメヌエットとトリオの最終校に再利用したのだと考えた。フランツ・ギーグリングはこの談章を書き改め、自らが編集した、新モーツァルト全集の木管ディベルティメントの巻へ、 クリティカル、レポートとして掲載した。この時までに公共曲 K16A は発見されており、アインシュタインが唱えた関連性は否定されていた。この還元落葉走行を出版したニールス・ザ・スローは走行内に一貫性を欠いた部分や誤りがあるとした。さらにモーツァルトが A と単調との蝶々の楽曲を聴いていたという過程に基づいて、 復元作業が行われているが、モーツァルトはその時点で、ダブルシャープのような必要となる音楽記号を学んでいなかったため正しく寄付することはできなかったとザスローは述べている。楽器編成は、大声ボエに、ファゴットに、フォルンに、弦楽合奏である。当時の還元楽の監修では、ファゴットやハープシュコードのパートを寄付せず、これらが利用可能な楽団では、 低音部の増強や通奏低音の役目を担わせるために単にチェロやコントラバスのパートをそのまま同じように演奏させることが一般的であった。しかし、この公共曲におけるファゴットの役割は単にチェロやコントラバスを補強するに止まっていない。演奏時間は約13分。全三楽章。注釈出典。ありがとうございます。